ああ、どうもよろしくお願いします。岩井正孝です。そして今日も、三好さんに来てもらってます。は三い。好さん、よろしくお願いします。はいはい。よろしくお願いします。三好です。で、この YouTube では動画を作っておりますが、それをまあお話ししながら考えていこうということで、一応習慣、ウニュッと名前を付けましたので、後でタイトルも付けようかなと思って、タイトルロゴですね。もう付けようと思っています。はい。それは、これを撮影してから 付けます。はい。で、今日の番組の内容は、つまり先週もお話しして、それでできた動画がありますので、それを見ながら、振り返りをやりまして、その後また来週用のネタ出しをしていこうということになります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、振り返りということでやっていきましょはいはい。よう。よろしくお願いします。ろ先しくお願いし週作っます。たのがこれで、実際の URL は概要欄に書いておきますけど、これはつまり、まあ、3本、0度、120度、240度の境界線が固定で、そのとは別にもう1本の線がぐるぐる回ってるけれども、まあ、それに合わせて、色が、銀ガムでしたっけ？銀いガや、ム、銀ガムではないけないど、ですまか？あ、うん。銀ガムチェック風な、青系統の色で分岐してるということで。ちょっと立体的に見えますあ、そうでね。すね。立体的にも見えるし、っていうことですね。いや、いい感じです。いい感じですね。はい。で、まあ、この一個の線に、一個の線、まあ、白いラインみたいのに目を向けていると、もう一度出ますか？すいまあ、もうせ一回やりますか。ん。なんか終わっちゃったから、こう、よいしょ。これですね。はい。どうも。まあ、一番白いラインに目をやると、なんかこう、ライン自体がこう方向回転前、なんかくるくる回ってる感じになってるというね。ということですね。まあ、なかなか落ち着いた、楽しい動画ができたのではないかということですね。はい。はい。じゃあ、では続でいは、ては、一次旦の共ネ有タ切りにまついすて、ね。はい。切りまして、レコーディング。はい。では、次回のネタを、三好さんがまた考えてきてくれたということで、よろしくお願いします。はいはい。次回のね、動いていくやつなんですけど、まあ、一つの頂点周りに集まってる角度がどうなってるのかを決めてやれば、できるということで、そうですね。まあ、最初90度が4つ集まってますよっていうところからはい。決めて、上の角がだんだん開いていきます。なるほど。で、ね、下そう、の3つの180度角、ですね。そうはい。そうそう、180度までは多分行ってよくて、それ以上行っちゃうとややこしい話になりますよね。まあ、変な絵は描けるんですけど、ちょっとあれですね。はい。ということで、まあ、180まで行くことにして、残りの3つの角は、同じ角度。だからまあ60度になるわけですね。60、60、60、はい。はい。で、そこからまた90度に戻ってきて、今度は上の角がどんどん縮んで0まで行くと。はい。そうすると残りは120、120、120になるなるほど、ね。そうですね、はい。で、またこうぐるっとこっち側に来て90、90、90になって、はい。で、今度は左が180度になって残りが60、60、60みたいな感じで、開いたり閉じたりする角が、
上、左、左回りですね、これ。右とか、そうですね。なんかそんな感じで動いていくっていう、動画を作れるといいかな。ああ、これはできますね。はい。ここの、あれですよね。180度のやつがどうなるかとかが、今自分は分かりますけど、普通は想像できないですよね、これね。そうなんですよね。これはね、どうなるかというと、はいはいはい、トントン。あれ違うな。あ、平行でいいんだよ。平行でいいのか。だから向き変える必要なくて。向き変えなくていいのか。あれどうつながるんだ。あ、ここでいいのか。おや。ああ、ひし形は書かなきゃいけないんでね。そうか、ひし形を書かなきゃいけないんだ。まあまあ、でもなんとなくこういう感じになるんですね。ああ、そうかな。うん、はい、わかります。じゃあそれでやっといてみますね。色はいかがいたしましょう。色ですね。色、なんか一旦、どうしようか。色今これで書こうとしてて。黒ピン？いやいや、そうではなくて、違う。これをスポイトして、あれスポイト、あ、そうか。これを選択しといてスポイトするのか。なるほど。あそこの、左にあるやつの4色で囲うということですかね。例えば。すごい、なんか、微妙な色、ね、粘土色ですね。土の色。いや、なんでもいいんですけどね。なんか、でもいいよね。ビビットじゃない方がいい感じ。はい。多分共有は終わっちゃいましたけど。一旦切ったけど、はい、例えばこういうサイトがあって、こういうサイトがあって、なんか いろんな配色があなるほど、ね、あるので、まあ、ここでいい感じのやつを選んで。あ、本当に。うん。まあ、同系色がいいのかなと思いますね。これは呼び名があるのかな、これさせないのかな、カラーハントっていうんですか。まあ、いいけど、これ一個ずつがさせないとね、ここですって言えないよね。あ、まあまあ、キャプチャーしても送ってもらえばいいんですけど。これああなんか色の、なんだっけ、RGB 的なやつも多分。あ、そうですか。それは、まあ、れるのでじゃあキャプチャーして、あ、今キャプチャーすればいいのかな。なんかこうアクセントカラーが入って、これはあれですね、チョコレートアイスの色かもしれないです、はい、こうアクセントカラーが入ってたりすると、ややこしいかもしれない。あ、まあ、どっちかな、ややこしい。なんかその面積が同じぐらいだとあれなんですよね。なんかそれぞれ多分面積比がいい感じの時にいい感じになるってやつで、揃ってる感じの時にはもうグラデーションとかの方がいいかなっていう。今回のでは使わないかもしれないですけど、ですね、角度に合わせて色の濃さが変わるっていうのもいいかなとは思っています、ね。なるほど、そういうのも。そうするとですね、イカの皮膚みたいには、ね、色が変化します。それはそれで楽しいですね。多分、はい、まあまあ。はい。あ、そしてなんならあれですね、全部パラメーターにして、色変えとか角度台ぐらいは、まあ、三好さんも直接できるようにしちゃうといいかもしれませんね、と思っていますんで。そうですね。まあ、どれを先にやるかですけど、まあまあ何か。まあ、毎回動画を作って。そう、色がこれじゃないといけないって必然性は今のところあんまりないよね。ないんだよね。うん、まあじゃあ、まあ、この動画は作れますんでね。はい。はい。したら、皆さんもチャンネル登録よろしくねということで。そうですね。はい。じゃあ、今日はこの辺で、また来週ということになります。はい。終わりです。はい。ありがとうございました。どうもどうも。